おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？最近ですけれども、85歳の女性と、お話をする機会がありました。この数年、一緒にいる2匹の猫がもう愛おしくてありがたくてというふうに言っておられたんですね。少しため息混じりでお話をしてくださいました。3人の息子さんを育て上げて、ご主人とはもう20年以上前に死別しておられるんですけれど、若い頃からこの方は 仕事では常に指導的な立場に立って、スポーツも最近までは卓球とかテニスとかをやって、指導的なことをやって、特にその仕事でのリーダーシップというのは、当時の女性としては会社の中でもとても大きな話題になったというふうに言っておられました。ラジオ体操は今でも欠かすことはないと。ただこの2、3年のコロナ禍の中での周りの人との関係が希薄になり、スポーツをする機会も少なくなり、膝や腰の痛みが始まり、どんどん自分の体力の低下を実感すると。最近ではね、外に出て歩くことももう億劫になってしまってねって、テニスも卓球もここ2年ぐらいやってないんです。なんだかだらしがないなって、もう自分にがっかりしてるんですよねって。それにここさ最近は物忘れも始まって、自分はどうなってしまうんだろうなって心配になってます。私が今楽しみがありますか？と尋ねると、いやー、もうあれもできないし、これもできないし、ばっかり気になって、楽しいことを思い出すって結構大変ですって言ってました。お花がたくさん庭に咲いてくれるので、それが本当に嬉しいんですけど、息子たちは別に草むしりの手伝いをしてくれるわけじゃないし、花も喜んでくれるわけではないし、人がその庭に入ってくるわけでもないから。自分だけが楽しんでるんですけどねって。で、どんどんあれもこれもできなくなっていく自分の人生って意味があるんだろうかなって、ずっとそんなことばっかり考えて寂しくなるんですよねとおっしゃってました。でもね、ちょっと目を輝かせて、でもね、2匹の猫がいてね、どういうわけか私の近くに寄ってきて、私が話しかけるとじーっとと私の目を見てくれてね、私が用意する食事は全部食べてくれるし、さあ2階に行くよって言うと、私よりも先にさっさと階段登って行って、2匹ともお布団の上にちゃんと座って私を待っててくれるんですよって。人との会話も少なくなって、言葉も忘れそうになってる今、私にとってはね、この2匹の猫が一番の相棒でね、もうね、13年ぐらい一緒に住んでるんですけども、コロナ禍になってから本気で相棒になってもらったような気がしていますって。でもね、先生、あんなにね、いろいろできて楽しみもたくさんあったのに、そういう昔のね、元気だった私のことを考えると、あれもこれもできなくなって、猫しか相手にできない私というのは、生きてて意味があるんだろうかって。で、間もなくね、認知症にもなりそうな私のような人間、何もできない私に生きる価値なんてあるんでしょうか？と、しみじみと尋ねてこられたんですよね。私もあんまり言葉がもうなくてですね。いや、確かにね、弱くなっていく自分というのを受け入れるっていうのは難しいですよね。悲しいし、残念だし。でも、それ難しいけれども、現実を受け入れるということもまた勇気が必要ではありますよねって。で、息子さんたちにしても、2匹にとっても、庭のお花にとっても、やっぱりあなたの存在はかけがえない存在なんですよねって。猫にしても花にしても、息子さんたちにしてもね、やっぱりお母さんいてくれてありがとうっていう、そういう存在だと思いますよ。で、昔ね、あんなに元気で、あんなにこんなこともできた、あんなこともできた、それはおそらく息子さんたちにとっては誇りだと思いますよって。今はできないけれども、でもできないからといって価値がなくなるわけじゃないですよね。するとその方は、確かにね、猫だけは私をじっと待ってて、よく話を聞いてくれて、じっと見つめてくれて、
家の中ならどこにでもついてきてくれて、ああ、私は一人だけど一人じゃないんだなって思えるんですよねって。まあ、そこまで話を聞いて、私は思わず、ね、猫ちゃんに感謝ですよね。猫ちゃんに応えるつもりで生きることができたら幸せなんじゃないでしょうか、というと。いやー、でもね、猫が先に亡くなったら、大変だなと思うし、私が猫より先に亡くなったら、それも大変だなと思うと、なんかね、うっかり死ねないんですよねって言うから、いや、死ねないって感じられることって素晴らしいことですよ。ご自分の体も自分を生かそうといつまでもね、もう黙々と働いておられるわけですしね。まあ、そんな話の中で、彼女はとても表情が明るくなって、先生またここに来てもいいんでしょうかって言うから、ああ、はい、ぜひどうぞ、そういう話し相手がいるだけでも生きなきゃなって思えるとすれば、そりゃ嬉しいことですよって話したんですよね。まあ、カウンセリングルームでのほんの一コマなんですけれど、ここにあること全部がそのままではありません。脚色してあります。でも、昔はものすごくいろんなことができたのに、今できなくなっちゃって、生きる意欲を失ってしまったっていう方は多いんじゃないでしょうか。でもそういう自分ができたという喜びと自信と希望と記憶、すっごく大事なことなので、それはそれで持っていてほしいですけれども、でもできなくなったと感じるとしても、やっぱりいてくれて嬉しいんですよね。あなたがそこにいるからこそ、周りが明るくなる。あなたがそこにいるからこそ、それこそ、肌のケアも、猫のケアもしてもらえる。そしてなんか、ほっとできる。それって嬉しいことですよね。いや、もっともっとできなくなったとしても、あなたがそこにいる、生きてるって、心の中で生きててよかったなぁと思えさえしたら、周囲の人が、そんなあなたに出会えてよかったなぁと思えるに違いないんですよね。苦しいことも悲しいことも残念なこともいっぱいあると思うけど、でも今ここに生きててよかったなぁっていう、ああ、この人に会えてよかったなとか、猫ちゃんがいてくれて嬉しいなとか、そういう思いがあるとすれば、そりゃやっぱり内側から湧いてくる生きる意欲につながってるんだと思うんですよね。生きてください。生きるを選んでほしいと心から願います。猫ちゃんのためにも、ワンちゃんのためにも、お花のためにも、そしてあなたの伴侶、息子、娘、孫、ひ孫、ぜひぜひ、いてください。いてください。生きてください。それを全うすることがきっと人生なんだろうなと思うのです。そっから先誰が何を評価するか、それは他の人に任せればいい。自分は生きられたことで、よかったと思えたら、大成功なんじゃないでしょうか。どうぞお元気でいてください。それじゃあまた。